オークス山、山中平策川は、神奈川県横須賀市を流れる二級河川。三浦半島最長の河川である。二級水系平策川の本流にあたるが、二級河川や巡洋河川に指定された支流はない。流域は市街化が進んでおり、支流には暗渠化された区間も見られる。三浦半島最高峰のオークス山東川、神奈川県横須賀市安倍総付近に源を発し、 横須賀市南東部へと流れる。上流部は山林の中を流れるが、中流部の閉作地区からは、住宅地や工業地の間を、県道横須賀葉山線や国道134号、横須賀線と並行し、栗浜で浦賀水道に注ぐ。中、下流域には、三浦半島に少ない平野部が広がっている。併作川の下流部までは湿地であった。寒栄年間にその入り海を、 砂村新左門らが開拓して神殿を作る。難工事だったようで、閉作川の夫婦橋には、人柱伝説が残っている。夫婦橋より下流部には、入江が残っていたが、関東大震災で土地が隆起して、入江が蛇行する水路になってしまったため、護岸工事が行われた。その名残から、今でも横須賀市東部漁業、共同組合浦学備リッ所に所属する船舶の、 三橋が夫婦橋にいくつか残る。不法経流の船舶が森崎あたりまで点々と存在している。森崎の湘南橋付近には閉作川を横切るように部位が置かれており、それより上流部に船舶が侵入できないようになっている。ありがとうございます。